2月1日から始まった春季キャンプも早くも折り返し、第4クールがスタート。まず今日の練習前、みんなの前で挨拶をしたのは甲斐選手ら侍ジャパンのメンバー。明日から行きます。少しでも成長して帰ってくれるように頑張ってきます。よろしくお願いします。周東選手、近藤選手を含む3人は明日から始まる代表合宿に合流するため、今日で春季キャンプを打ち上げ、3月から始まる WBC で世界を相手に戦うため出発しました。そしてそんな3人に代わって今日から A 組に合流したのは上林選手と野村大樹選手。 B 組からの底上げも激しいサバイバル紅白のプレイボールです。さあ、今日の白組先発はプロ9年目の笠谷投手。対する赤組1番は城島塾で鍛えた野村勇選手。その結果は、ここは野村勇選手が外のボールをうまく捉えセンター前にヒット。練習の成果を発揮します。その後2つのフォアボールでノーアウト満塁となると、打席にはキャプテン柳田悠岐でしたが、ここで軍配が上がったのは笠谷投手。ピッチャーゴロでダブルプレー。笠谷投手は立ち上がりに不安定さはありながらも2回を無失点、上々の結果を残しています。一方、赤組の先発は先発ローテーション入りを目指し肉体改造を遂げた坂東投手。白組1番三森選手に対して見事なボールで空振り三振、完璧な立ち上がりを見せます。しかし、ノーアウトランナーなしで迎えた中村晃選手の打席、高めに浮いたボールを捉えられライトオーバーのツーベース。ここはベテランの意地が光りました。ただ今年の坂東は一味違う。続く栗原選手を打ち取ってピンチを切り抜けると、磨いてきたストレートも光り2回を無失点。登板後には斉藤和美コーチが声をかけて称賛するなど、ほぼ完璧ともいえる投球内容でした。良かったと思います。開幕ローテに、絶対入るんだっていう気持ちを強く持って、残りのキャンプもしっかりやりたいと思います。さあ、ここからはアピールした選手をどんどん見ていきましょう。まずは B 組から参加の田上聡太投手。度胸ある投げっぷりが魅力で、柳田選手を相手に真っ向勝負。そして最後はギータでも手が出ないという最高のボール。2回を無失点、 A 組昇格に向け素晴らしいアピールとなりました。最後の最後にやっと1球ちゃんと投げれたかなという感じでした。開幕ローテの一員に割って入れるようなピッチャーになって、1年間1軍で戦えるようなピッチャーになっていきたいなと思ってます。そしてこちらはホークスファンでも初めて見る方が多いかもしれません、育成の渡辺優樹投手。イーグルスを戦力外になって今年から入団した苦労人ですが、タイミングの取りづらい変則フォームで1回を三者凡退。去年の藤井投手のようにキャンプでアピールし支配下登録を目指しています。一方の野手陣では、新助っ人のアストリーヨ選手が今日も2打数1安打の快音。また紅白戦で初めてファーストの守備に入り、こちらも軽快な動きを披露。どこでも守れるマルチな亀が攻守で素晴らしいアピールを続けています。さらに選手会長の今宮選手は、試合を決めたこの試合唯一のタイムリー、さすがの勝負強さを見せると、ポジションを争う若鷹野村勇選手は両チーム唯一の2安打マルチヒット。若手ベテラン助っ人問わずアピール合戦が加熱しています。城島さんと今までやってきたことを毎日しっかり反復練習して、どんどんアピールしないといけないんで、開幕スタメン取れるように頑張ります。